エステル・モレノは、メキシコの女子プロレスラー。本名、マリア・エステル・モレノ・レオン。父は、元レスラーで、アレナ・アステカ武道館のプロモーターだったアルフォンソ・モレノ。モレノ4姉妹の次女で、上から、ロッシー、エステル、シンティア、アルダとなる。弟もオリエンタルのリングネームで、ルチャドールとして活躍している。イホ・デル・ドクトル・アグナーは追い、リーに入団し、 1984年3月18日、ネッサにて、エステラ・メリナーマリア・レイセンで、ルチャドーラデビュー。1986年、設立されたばかりのジャパン女子プロレスに留学生として来日。旗揚げ戦ではこの試合がデビュー戦となった、尾崎まゆみとトック。ムーンサルト・アタックを日本で初めて披露した。2年間活動した後に帰国し、イムルに移籍。 1990年、再来日して全日本女子プロレスに定着参戦。この時は、ラディアボリカを帯同した。マスクウーマン、チキータアステカにも変身し、ジャパリータアサリとも渡り合った。1991年、妹シンティアを全女に連れ、姉妹タッグで、ラスカチョーラスオリエンタレスを下し全日本タッグを奪取。その後、負傷による長期欠場を経て、 JD、旗揚げに参加。アルシオンや JWP にも参戦している。帰国後のメキシコでは AAA に活躍の場を移した。ありがとうございます。